ざまいわい名前名乗ってやんよ観念してちょうだい勝ち七なんぞ欲してない土台ほとんど失い答えも出してやんよ刹那の迷彩釜茹での刑は釜揚げともいい大量の油が使われた。ただし油は370度以上で自然発火するため、江戸時代の土製釜では上こんなものでいいなら、徳と見よ、民法誹謗し。